パーコール不連続密度勾配延伸による赤血球の分割。右は正常赤血球、左は熱帯熱マラリア原虫に感染した赤血球。原虫のステージによって感染赤血球の比重が異なり各層に分離される。パーコールは延伸分離において効率的な密度勾配を作成するための主役である。1978年にパートフトラによって 報告され、異構成科学、医学、細胞生物学等の各分野で利用されている。主に特定の細胞や細胞小器官、ウイルス等を遠心分離で管理するために用いられる。パーコールは、ポリビニルピロリドンでコートされた直径15から30メートルの計算コロイド粒子よりなる。パーコールは、他の密度勾配の機質と比較して粘性が低く。 浸透圧は小さく細胞毒性を持たないために実験操作に適している。パーケルは GE ヘルスケアの登録商標である。パーコールはかつて生殖補助医療において体外受精や人工受精の際に密度交番延伸によって生液から生死を分離するために用いられていた。しかし1996年、ファルマシア社はパーコールは 実験目的でのみ利用されるべきであり、臨床に使うべきではないとする書簡を医療機関に送った。ファルマシア社はパーコールを静止分離のための製品としては展開しておらず、そのような臨床向けの製品は、ファルマシア社の製品をサードパーティーが再パッケージ化し販売していたものだった。アメリカ食品医薬品局の警告状によれば、未確認ながら、 PVP は生死に損傷を与える可能性があり、またパーコールの特定のロットには高レベルのエンドトキシンを含むものが確認されているとのことであった。エンドトキシンは重度の炎症や発熱を引き起こし得るため、後者の問題は生死に限らず患者の体内に戻すすべての細胞について有料される問題であった。これらの報告を受け、アートに用いられるの質は、 他のコロイドに変更された。ありがとうございます。